Hello, my precious friends. This is Dr. Kaz Kinoshita. 英語スピーキング上達教材 You Can Speak と英語発音習得教材 You Can Listen の開発者木下和義です。このチャンネルでは英語習得に役立ちそうないろいろなテーマについて、あるいは私の個人的な体験談についてお話しさせていただきます。今回のテーマは不規則動詞過去形です。この動画を見て面白かった、あるいは役に立ったと思われた場合は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。英語の動詞には、規則動詞と不規則動詞があります。すでにこのチャンネルで取り上げましたが、規則動詞の場合、原形に ED を加えると、過去形と過去分詞になります。不規則動詞は文字通り不規則ですが、それでもある種の規則性があり、4種類のパターンがあります。AAA 型、ABA 型、ABB 型、そして ABC 型に分類することができます。まず、AAA 型というのは、原形、過去形、過去分詞が全部同じ形ということです。実例を挙げますと、cut ですね。cut、cut、cut。hit、hit、hit。hurt, hurt, hurt. put, put, put. set, set, set. などです。これらの動詞の現在形と過去形、あるいは過去分詞は文脈によってのみ明確になります。次のパターンは ABA 型ですね。ABA 型っていうのは原形と過去分詞が同じで、過去形だけが異なるというものです。例えばここに4つ例を挙げましたが、come, came, come, become, became, become, overcome, overcame, overcome, run, ran, run です。このパターンの語数は少なく、come あるいは come のつく動詞と run だけです。3つ目のパターンは、ABB 型です。ABB 型というのは、過去形と過去分詞の2つが同じということです。不規則動詞の中では、このパターンが一番数が多いです。そのいくつかの例を挙げますと、buy, bought, bought, feel, felt, felt, keep, kept, kept, lose, lost, lost.Make, made, made. Meet, met, met. Sell, sold, sold です。で、最後の4つ目のパターンは ABC 型です。ABC 型というのは動詞の原形、そして過去形、過去分詞がすべて異なるものであります。その特徴は過去分詞の場合、原形にN を加えることです。不規則動詞の中では ABB 型に次いで多いパターンです。いくつかの例を挙げますと Eat, ate, eaten Give, gave, given Know, knew, known See, saw, seen Take, took, taken Write, wrote, written です。今回は不規則動詞の細かい説明になりましたが英語を話す能力を身につけたければ、ぜひ英語スピーキング教材 You Can Speak をお試しください。Well, did you get the point? I hope so. Thank you for your attention. See you again soon on this channel. Bye.